皆さんこんにちは、ケンです。今日は提供品の商品紹介になります。こちらはネクスジムの AI フィットネスバイクになります。最先端のフィットネスバイクになるんですけども、 AI が搭載されてますので、自分に合った最適な負荷を自動調整してくれるっていう優れものになっております。本体の製品重量自体が約28キロ、置く場所のサイズ感的に言うと畳 0.5 畳分ぐらい、バイク自身の耐荷重は110キロ、推奨身長っていうのが150センチから190センチまでサドルの調整ができるっていうところですね。こちらの負荷方式なんですけども、電動モーター式っていうのは何ぞやって思うかもしれないんですけど、細かな負荷調整ができるようになりまして、こちらのフィットネスバイクで言うと80段階まで調整できます。すごく細かく調整できるんですね。でさらに漕いだ時にですね、とても静かなので周りに迷惑をかけない、まあ、一緒に住んでいる人も当然そうですし、まあ、例えばマンションとかで2階以上に住んでいる方でも下に響くことはないです。早速試しに漕いでみたいと思います。どうですか？非常に静かな音ですね。力いっぱい漕いでもこれぐらいの音、これが電動モーター式の力になっております。でメインディスプレイはこのようになっていて、今これはパワーを表してますね。でここのボタンを押すとパワーが出たりとかケイデンスが出たり、あとは漕いでる時間ですねっていうのが表示されます。ここを回していただくと負荷の調整ができます。で今ゼロなので非常に軽いです。これをですね 0.5 ずつアップできますね。合計40なんですけど、今すでに20超えてくると結構重いです。でこれがマックス40、80段階調整のマックスなんですけど、踏まないと焦げないっていうレベルまでになってるので、まあ私だと18ぐらいがちょうどいいかなっていう感じがします。でここにスマホを置いて YouTube を見ながらしたりとかもできるわけです、はい、設置するとこんな感じですね。実はこのフィットネスバイクには USB 充電機構がありまして、このようにつなげば充電ができます。で電気は基本的に家庭用コンセントから供給するんですけども、近くに家庭用コンセントがない環境の方だとモバイルバッテリーでもこちらを稼働させることができますので、場所がない方はモバイルバッテリーをつないでフィットネスバイクを起動するという形になります。でこのようなフィットネスバイクって私の実家とかにもあるんですけど飽きてしまうんですよ。このネクスジムの AI フィットネスバイクは飽きないような工夫がされていまして、それはネクスジムの専用アプリを使うことです。この専用アプリを使うとですね、自分の FTP を測ることができたりとか、でトレーナーが画面に映ってくれてトレーニングを手伝ってくれる機能があったりとか、あとは実写で走行している、まあ、例えば富士山ヒルクライムとか、そういった実際の映像を見ながら自分がまるでそこにいるかのようなサイクリングが楽しめたりとか、で最後にですね、皆さんご存知の Zwift にも対応してます。ユーザーを飽きさせないような工夫がたくさん備わっております。ストリートコースをやっていきましょう。いろいろね、富士山を走れたりとかあるんですけど、ここにねちょっとダウンロードしたるやつがありますので、大阪城の周りを走るコースですね。1、0、こうすると見てください、大阪城の周りを走ってるわけなんですけども、こんな感じね。で音楽もねついてくるんですよ。
で負荷を上げると当然スピードも上がりますし、まあ、自分に好きなギア負荷でやっていただければいいと思うんですけど、はい、もちろんこうやって本気でちょっと回してみるとそれだけ、進むスピードも上がります。それだけ画面が進むスピードも変わります。で、まあ音楽、まあ例えばイヤホンで別の音楽聴くとかっていう方はここをオフにしていただければNEXGYMアプリの音楽は消えます。はい、まあ、個人的な感想としてはスマートトレーナーよりもだいぶ安いですし、音も静かだし、振動もねこの内部で吸収してくれてるので周りに全く迷惑がかからないので、深夜のトレーニングとか早朝のトレーニングに使ってもいいんじゃないかなと思います。サドルとペダルは自分の好きなものに変えたりもできるので、変えてトレーニングしてもいいのかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。